北海道にはお宝いっぱい発見すずランド。さあチップ別にやってまいりました。なぜチップ別なんでしょうかって話ですよ。まあ、お宝をね探しに来たんですよ、はい、で最近はまあお宝を探すと同時に、うん、そのなんていうんですか、まあ、しげさん言ってもあの北海道179市町村ギャグ大使じゃないですか。まあそうですね。でその179市町村のギャグを今ねあの強引に推奨してはいるんですけどね、うん、例えばどうですか、チップ別だったらどういったギャグが思い浮かびますか。いやチップ別だったらお前ブロッコリーこれじゃないですか。こっからが発生だと。それはギャグなんですか。ただブロッコリーって言ってるだけなんじゃないですか。ギャグでしょ。それで誰が笑うんですか。一体教えてくださいよね。こいつ怒られすぎて気を失っているまあまあいいですわ。じゃあ、そのブロッコリーっていうギャグがお宝認定ということでよろしいですか。まあ何かあった時にそれが出ればお宝認定じゃないでしょうか。そうでございますか、はい、で何ですか、どうしますか、はい、どこ行きますか。今日のお宝は、はい、チップ別の魔術師です。チップ別の魔術師。じゃあね、ぜひその魔術師に会ってさ。何ですか。魔術師に会ってさっきのあのどうしようもないブロッコリーをなんとか笑いに変えてもらう。そこはさ魔術師なんだからお笑いに変えてくれよねえ魔術師、うん、ねえ変えてもらおうよ。それはどこにいるんですかその魔術師。本当ですか。本当ですか、はい、ですか。じゃあ行きましょう、はい、なんすか。ちょっと待って、え嘘でしょ。サプライズ。ハイエースで移動させてもらえるんですか。だってエースじゃないですよ。ハイエースですよ。よりですよ。より本当に、はい、嘘じゃないですよね。ロゴ入ってます。模型じゃないですよね、はい、タイヤあるよ本当に、はい、ちゃんとあれじゃん。うわ開けるところもついてる。本当だ。憧れだったんだ。じゃあね、申し訳ない。憧れのこのハイエース。ありがとうございます。ちょっとすいません、乗させていただきます。乗りましょう。へえ。汚ねえな。何なんだよ。これ。もうそろそろなんでしょ。そのこのチップ別の魔術師ちゃんがいるところ。見えてないね。魔術師。その魔術師ちゃんはどこにいるんですか。どこ。はい、どこですか。こちらになります。こちら、ここ、ちょっと分かんない。ちょっと入りますか、とりあえず。うん、入ろう、うん、なんか全然分かんないな、ほんと一軒家みたい。お店なんか、うん、チップ別の魔術師。行ってみよう。大丈夫。よいしょ。どうも失礼します。あー、すいません、お邪魔します。すいません。あー、どうもお世話になります。失礼します。あー、すごい。あ、広い店内で、ねえー、すごいすごいすごい。あ、ね、漫画も充実して いいね。そうです。あー、しげさん、どう、この漫画の漫画のこの揃え具合どうですか。ジャンプ作品多いから。少年誌の魔術師じゃないですか。いや、違うね。違う、違う、違う。俺分かっちゃった。え、これが何の魔術師か。あの、この棚、本来本棚じゃないんですよ。でもこの本棚じゃない棚にこの漫画を実にうまく収納する収納の魔術師じゃん。言えてねえしな。分かりました。山本君ので分かりました、僕。ああ、こういう背の高さを分けて見やすくする気遣いの魔術師だ。むずいな。分かった。これだけの人気漫画を激安で仕入れる激安の魔術師だ。山本さん、山本さん、あの漫画メインになっちゃってるな。分かっちゃったわ。ほら見て、いろんな有名人の方々ね。ほら見てよ、ソレイユさんだとか、はい、あと神様のペットさんだとか、はい、苦しゅうないだとか、はい、今はもう存在しない芸人さんのサインを飾る魔術師だ。幻芸人の、ええ、違う違うだろう。
ちょっとわかんねえな、こっからじゃ。ははーん、そういうことか。そうきたか。わかった。うん、そうきたか。何ですか。ハンガーをバランスよくここにかける場所としだ。バランスはそれよくねえぞ。はあはあ、そういうことか、そういうことか。わかった。わかっちゃった。ファイターズのユニフォームを綺麗に壁に貼り付ける魔術師だ。いやいや、レバンガさんもいますしね。失礼いたします。すいません、ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。何の。デニムエプロンを着こなす魔術師だ。そんなジャンルあるの。もしかしてデニムエプロンを着こなす魔術師で合ってますか。ですかね。ちょっと違うかもしれない。違います。すいません。すいません。すいません。違うみたいじゃん。え、今何が行われてるの。私の目の前で今魔術、魔術が。あれ、こちらチップ別緑のナポリタンになります。チップ別緑のナポリタン。ちょっと待ってください。こちらのスープは。こちらのブロッコリーの冷製ポタージュです。ブロッコリーのポタージュ、ブロッコリーのパスタ。おう、もしかして、はい、こちらブロッコリーをいろんな料理に変える魔術師なんじゃないですか。静かな返事でしたけど。そういうことか。はあ、そうか、これもブロッコリー、これもブロッコリー。でもチップ別はね、ブロッコリーが有名ですもんね。そうですね、はい。そうですよね。ねえ。おお。おお、綺麗な色だね。綺麗な色。あれですね。やっぱりそのブロッコリーを練り込んでるだけ。味とか風味もブロッコリー、うん、美味しいです。すごく完食だね。お、来た、しげちゃん。あら、今ご主人何とおっしゃいました。緑の天丼。緑の天丼。ちょっと何ですかこれは。何これ。ちょっとちょっと、すごい。これどういう状態なんですか。こちらの天ぷらの衣にブロッコリーのパウダーを混ぜて、はい、緑色にしてます。初めて見た。こんなブロッコリー料理見たことないな。すごいですね、ご主人。先ほどは見事ブロッコリーをパスタに、はい、そして今度はブロッコリーを天ぷらに。間違いない、あなたはブロッコリーの魔術師だ。意外と受けるときはね、冷静に。これちょっとすごい。ちなみにご主人、これ何が入ってるんですか。はい、こちらですね、エビとキス、サーモン、あと海苔ですね。あと野菜の方がピーマン、ブロッコリー、ブロッコリーのパターンもあるんですね。ね、とはいえね、何が何やら、どれがどれやら分からないですけれども。あとね、忘れちゃいけないのがあるんですよ。何ですか。あの普通お漬物つくじゃないですか。はいはいはい。ここブロッコリーがついてるんですよ。これはブロッコリーの、あのお漬物に。お漬物、聞いたことない。ブロッコリーの漬物、すごい。パスタあるじゃないですか、うん、天丼あるじゃないですか。他にどういったブロッコリー料理があるんですか。とそのラーメンにまたブロッコリーパウダー。はあ、あとはですね、チャンプル風に炒めたりです。へえ、唐辛子とニンニク使ってペペロンチーノ風に。おいしそう。ブロッコリーでできないことないですね。う
うわ、もうブロッコリーがブロッコリーの衣をまとってると。うまっ。ブロッコリーの風味はもちろんですけど、この油で揚げたブロッコリーってまた香ばしくてめちゃくちゃ美味しいですね。そうですね。あ、じゃあ最後にしげさん、出るんですかね、そのブロッコリーポーズみたいなの、ブロッコリー、うまさブロッコリー出るんですか。いや、うまさブロッコリーってご主人みたいなかも。じゃあすいません、失礼いたします。うまさブロッコリー。これご主人、お店がブロッコリーっていう名前なんですね。待って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 、お店がブロッコリーだったんですね。僕そこ気づきませんでした。何なんだこれ。そうかそうか、あ、だからブロッコリー。これどうした、座れ。いや、座れじゃない、座れ座れ、ほら繋がんなくなるから。あ、だからブロッコリーだったんだね。いや、まあそう、ね、お店はね、ブロッコリー。しげ、お店がブロッコリーなんだって。ここのブロッコリーさんのコマーシャルをやるとしてさ、最後なんかこう決めゼリフみたいなのあったらいいじゃん。あるよあるよ、うん、すいませんね、じゃあ何回もね、言いますよ。うまさブロッコリー。ごめんなさい。うまさブロッコリー。ご主人、焼肉もやってるってお聞きしたんですけど、必要かこれ。ねえ、本当に、ね、いろんなものが食べられて非常にいいですね。本当美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ブロッコリー。